ブレイザーズ大好き乙女落ち方セレカです。さあということでございまして、はい、第5回目ブレイザーズアット TV を今回もご覧いただきありがとうございます。あのね、はい、もう伝えたいことが山ほどあるんです。本当はですよ ね, ね。でもホームゲーム負けちゃったんですよね。あのね、そうなんです、あの、はい、連勝してたんですよ。ホームゲームはね11連勝でずっと連勝続けてて、残念ながらサントリーさんに負けたんですけど、いいですか、人生の中で勝ち続けるということがありますか、はい、負けがいっぱい教えてくれるんですよ。確かにそうでしょ。俺なんか見てみ、人生負けっぱなしやで。そうだったんですか。こんだけ明るくニコ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 応援してるでしょ、はい、なるほどね。誰がこのオープニングでこんな俺の暗い話する。静岡草薙での3連戦、予想外の連敗を喫したブレイザーズ、3連敗は許されません。しかし2セットを奪われ後がない第4セットも先制。しかしこの男のビッグプレーがブレイザーズを救いますよ。見ててくださいよ、うん、この男新人地力、どうですかこれ。これがねチームワークです。いいですね。デュースの連続で何度かセットポイントを握ったブレイザーズ、そして松本選手のサービスエース、セットカウント2対2のタイに持ち込みます。ここからドキドキの最終5セット、イノスのレシーブからこの男西尾大作、この試合の主役です。さあまだまだこの後続きますよ、うんうん、さあゴツゴー、サービスエース、どうですかこのガッツポーズ。こうなったら流れはブレイザーズ、うんうん、そしてサーブで崩し、まだまだ、そう金メダルの DNA 横田和、ナイスブロック、ナイスブロックですね。まだですよ、はい、境のセンターはすごい、この人だけではございません。マッチャーシャットアウト、ドンピシャ。さあ酒井リードでチェンジコート。さあそして内藤のサーブが相手のレシーブを崩します、うん、そして大作のブロックアウト、すごい、いいですね、いいでしょ、うん、そしてこのビッグプレー、素晴らしい、もう会場大盛り上がりです、うんうん、サービスエースたまりません。こうなったら堺のもんマッチポイント。しかし豊田剛生も粘りますですね。さあどうなるのか、うん、もう一人います。本日のこの試合の主役、西尾大作、素晴らしい堺ブレイザーズフルセットの熱戦を制しました。横田さん、いやこれで堺帰れる。よかった、2敗で止まってよかったっすね。いやトップブロック出ましたね、もっとね、やっと出ましたね。いやもうちょっと、今日の勝ったけどもやっぱりまだまだダメなとこいっぱいあるんで、そこもっともっと修正して立てかないと先見えてこないし、やっぱ応援してる方々にやっぱりああいうゲームってのはすごいハラハラさせるし申し訳ないし、もっともっと俺らしいバレーやりたいなって思います、はい、まだまだ頑張ります、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。本当に良かったです。どうですかこの一勝。いや本当に良かったですね。 JP がいなくて先週は勝ってたんですけど、今週3連戦でちょっと苦戦してしまったので、まあみんながコートに入ってるみんなが元気なかった分、どうにかベンチのメンバーで元気出せないかっていうことで僕らも一緒に戦ってたんで、まあ、結果として最後サービスエースっていう形が出ましたけど本当に良かったと思います。中のメンバーだけじゃなくてベンチと一緒に戦えた一勝だと思うので本当に良かったです。あとこの一勝大きいです。大きいですね本当。ルピンの中で、ね、この3連戦も勝てるかどうかという気持ちもあったんですけど、その主要頑張ってくれました。お疲れ様です。ありがとうございました。東京大会豊田剛生との一戦、第1セットを奪ったブレイザーズ、第2セットは接戦となりました。さあ
はさすが JP、 このテクニックでブロックアウトを誘いました。そしてセットポイント、これがすごい、これがして、ね、このレシーブから JP、 すごい。第2セットもブレイザーズが取ります、うん、この日も客席すごかったですよ、うん、さあ第3セット、トヨタ合成の助っ人レオの強打炸裂。ここもレオ、日本のバレーを知り尽くす男、さすがここは、しかしこの男 JP、 ああまたまた客席大盛り上がり。そして頼れるキャプテン北島キャプテン、男性ここ見てくださいよ、はい、このブロック、加藤選手のブロック、うん、ドンピシャ。そしてグッズ、ああいいねですね、素晴らしい、うん、ブレイザーズマッチポイントです。そしてブレイザーズトヨタ合成2連勝、第2レグ白星スタート、やっほー、今日の快勝。そうですね、ちょっと最後苦しかったですけど、でもね、みんなでなんとかセット取れたんで良かったと思います、はい、JP 帰ってきてどうですか。いや、やっぱいるのといないので全然、大作さんもすごく、ね、5戦頑張ってくれてたんですけど、まあ、JP の存在っていうのでまたこうチームに安心感が出て、すごくいいムードでやれてるなっていうのは感じてます、ね、はい、今日本当にチームがいい形で回ったんですね。それが本当に良かったと思うんですね。まあ、円崎帰ってきて、まあ、円崎自身ちょっとまだコンディションまだまだというところもあると思いますが、はい、まあ、それももっともっと上げてもらって、僕たちももっともっと上がって、まあ、今日から2レグスタートしたといういい意味で勝てたと思うんで、またそうですね、本当に僕ら2敗してるから2レグ全勝しないとね軽々しく全勝とか言っちゃうよ。全勝にほえほほやほいや、ね、はい、例えば負けてもね、草薙大会は本当に最初2連敗をしたんですよ、うんうん、ただ負けてもね、その負けをね引きずってない、引きずらないのが今回のこのね、今年の栄ブレイザーズです。なるほどね、負けをきっちりプラスに変えてますしね、次にと。そうです、そうです、地域選手のねブロックの時の、うん、はい、わーっとした感じも、そうめっちゃなんか可愛らしさ反面、彼もね大学でね本当にすごい選手なんです、はい、みんなが認めてる。ただね、うん、コートに入った時はね、新人はね子供ちゃんになってしまうんです。ようやったもうなんかわーってコートの上にもなんかなだれてたじゃないですかよくやったですねそして次は、はい、いよいよホームゲーム、ホームゲームもありましたもんね。残念ながらね、はい、サントリーサンバス戦はね負けてしまったんですけど、そうですね、これね、うん、すごい試合でした、はい、もうこれバレーファンたまらないと思いますよ。見たい、見たい。ただね、うん、すいません、この番組、はい、負けは流しませんなるほどね、申し訳ございません。いや、うん、本当にすごい試合だったんですよ、はい、この負けがあったから、この次の試合の JT 戦につながっております、うん、その素晴らしい JT さんとの戦い、はい、見ていただきましょう。なんか俺カミラ J さんみたいなってきてんな2月4日のサントリー戦、フルセットの接戦を落としたブレイザーズ、ホームでの連敗は許されません。さあ第2セット、北島選手のこれすごい、うん、これね、今村選手もすごいんですよ、トスワーク。なるほどね。そして JP、迫力、うん、技ありもありますよ。北島キャプテンのこの鮮やかなフェイント、すごい見えてるって感じですね。一本ですね、内藤選手のサーブ、このナイスレシーブ、竹内さんのナイスレシーブから、これここがすごい、いやーすごい、筑波大学の先輩後輩の連携プレーです。なるほど、ああ
して数のクイック、はい、もうこうなるとねブレイザーズのリズムですね。しかし粘る JT、 第2セットはデュースに、さあこのチャンスボールをどう生かすか、誰にあげるか、そう JP、 イエイ、ある気持ちよかった、うん、はい、ということで第2セットもブレイザーズが取りました。席の盛り上がりもすごかったですね。応援は最大の攻撃、素晴らしい。第3セットは完全にブレイザーズのペース、絶好調のグッズのブロック、呼んでましたね、うん、そしてまだまだですよ、グッズのこのクロス、ダーみたいな感じですね、ドゥワーみたいな感じでしょ、うん、これは甘い顔のこの音が C クイック、これがかっこいい、横田和樹、まだ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 いった、これゴッツもう打ちまくる、ゴッツすごい、うん、ブレイザーズマッチポイントです。あー JT さんのサーブミスで試合終了、はい、ブレイザーズストレート勝ち圧勝、連敗はしません。そうですね、まあ大きいと思います、マジでチームの感じ、はい、まあまだちょっと自分がちょっと足引っ張ってるんでちょっと頑張りたいと思います、はい、はい、頑張ります。もっともっとこう 強くで、やっぱりここ数試合勢いが見られないって、いろいろファンの方からの声が あったんで、その僕たちの持ち味のやっぱその勢いっていうのを本当にこうもっともっと出したいなと、はい、じゃないとねらしくないんで。さあということでですね、はい、現在の V リーグ2月5日終了現在の順位にはこちらとなっております。はい、はいはい、見ていただいたら分かりますけど、はい、もうトーレさんが今ガンガンこうね、うん、もういっぱいもしておりません。なるほどね、もうトーレさんもそれは必死で、どこのチームもまず4球に入ることで必死ですから、うん、ね、境ブレイザーズの方はですね、はい、うん、次のホームゲームは2月の25日と26日、うん、はい、はい、北九州市立総合体育館で行われますので、はい、皆さんぜひぜひそちらの方にもねお越しいただきたいと思います。これはね、はい、北九州専用のね、はい、バルーン、応援バルーン、境ブレイザーズのバルーンもありますからね。しかも1万人規模の大きな会場ということなので、すごいですから、はい、もう1万人で駆けつけましょうそう、はい、ぜひ1万人で駆けつけ、もうそうそうそう、はい、満杯にしていただいてね、ねえ、みんなで頑張ろうみたいな、ね、来ていただいたら選手に、ね、プレッシャーかけてください、はい、我々来たんやから、うん、負けられへんでと、はい、次回はですね、はい、静岡、うん、熊本の大会を中心にお送りしたいと思います。はい、はい、もうね4強に向けては本当にこの、うん、ね、一戦一戦、いやもう1セット1セットがねセット率のことも考えると大事になってきますからね。そうですよ ね、これもファンの皆様が一番分かっていただいてると思いますんで、うんうん、いろんなところから本当に応援をしていただきたいと思います。はい、していただきたいと思います、はい、会場でねこれのホームゲームもね、はい、見ましたよって見てますよっていうね方もたくさんいらっしゃるんでね、今度も今後僕を見つけたら言うてください。そしたら、ね、あ、僕ポケットにね、はい、ブレイザーズのステッカーを入れときますわ、はい、あ、なるほどね、だからそれ言っていただいたらね、ブレイザーズの TV 見ましたと、見ました言っていただいたらそれプレゼントします。なるほど、応援団で持ってますから。じゃあ私にも会った時に言ってもらったら私なんか握手かなんかするんで、ステッカー持ってないから、うわうわ、まあ、トップやわそれトップやわ、言ってる場合違う。プレミアリーグ境ブレイザーズホームゲーム、3月10日11日新日鉄境体育館、境からさらなる領域へ。3月10、11日新日鉄境体育館にぜひお越しください。